レッドデータブックは、絶滅の恐れのある野生生物に関する保全状況や分布、生態、影響を与えている、要因等の情報を記載した図書である。1966年に IUCN が中心となって作成されたものに始まり、現在は、各国や団体等によってもこれに準じるものが多数、作成されている。日本で、単に、レッドデータブックというときは、 環境省によるもの、あるいは IUCN によるものを指すことが多い。本校では、環境省作成のものを中心として、記すので、IUCN によるもの、日本以外の国によるもの、日本の地方自治体によるものなどについてはその他の団体によるレッドデータブックを参照。環境省によるレッドデータブックは、同省が作成、改定したレッドリストに基づき、 より具体的な内容を記載したデータブックである IUCN によるものと区別するため JRDB とも呼ばれるレッドデータブックは通称であり正式な名称は1991年に出版されたものは日本の絶滅の恐れのある野生生物1995年からの見直し作業の後に出版されたものは海底日本の絶滅の恐れのある 野生生物レッドデータブックという。さらには、算定番である2014年度に、レッドデータブック2014が作成された。レッドデータブックを作成する目的は、絶滅の危機にある野生生物の現状を的確に把握することである。レッドデータブックに基づき、絶滅の恐れのある野生動植物の種の保存に関する法律に基づく、気象野生動植物の指定や、 絶滅危惧種の保全、保護方策の検討、環境アセスメントへの活用、一般市民への普及、啓発などが期待されている。そのような目的から、積極的な情報公開が行われており、環境省の生物多様性情報システム内に、絶滅危惧種情報を検索、閲覧できるページが設置されているほか、NPO による地方公共団体の情報をまとめたサイトが、 存在する。環境庁のレッドデータブックは、1986年、自然保護局野生生物課が発足すると同時に、作成が開始され、財団法人自然環境研究センターから、1991年5月に、日本の絶滅の恐れのある野生生物脊椎動物編が、同年10月に、同、無脊椎動物編が発行された。しかしその後、 IUCN のレッドリストのカテゴリー改定があったことなどを受けて早くもその内容が見直されることになった。なお、植物についてはすでに財団法人日本自然保護協会と財団法人世界自然保護基金日本委員会が共同して我が国における保護上重要な植物種の現状を作成していた。環境省生物多様性センターの生物多様性 情報システム、絶滅危惧種情報にて、レッドデータブックに掲載されている情報を検索、閲覧することができる。旧版レッドデータブックの見直しにあたり、環境省自然環境局野生生物課では、1995年から、動植物を、下記の旧分類群に分け、それぞれのレッドリストを作成し、このリストを踏まえて、改定版のレッドデータブックを編集した。その後、 レッドデータブックの改訂作業が順次始められ、2000年7月の植物愛を始まりに、2006年8月に最終巻の昆虫類が完成、出版された。哺乳類、蝶類、爬虫類、両生類、寄水、淡水魚類、昆虫類、陸、炭水酸化類、クモ型類、甲殻類等植物愛、植物ツー、仙体類、藻類、地類、 金類海底版レッドデータブックは、財団法人自然環境研究センターから、海底、日本の絶滅の恐れのある、野生生物レッドデータブックとして、分類群ごとに、書籍の形で、全旧冊が刊行されている。また、環境省生物多様性センターの生物多様性、情報システム、絶滅危惧種情報にて、レッドデータブックに掲載されている情報を検索。 閲覧することができる。2014年10月から2015年3月にかけて2012年8月及び2013年2月に発表された第4次レッドリストに基づいたレッドデータブックが刊行された。2014年版レッドデータブックは株式会社共生からレッドデータブック2014日本の絶滅の恐れのある野生生物マイナスとして 各分類群ごとに書籍の形で全球冊が刊行されている。各分類群は、ほぼ海底版と同じであるが、陸、炭水産海類が対象を広げ、海類に雲型類、甲殻類等が、その他無脊椎動物に変更されている。日本国内では、環境省の他にも、学術団体や水産庁や都道府県等の地方公共団体などにより、 レッドデータブックが発行されており、その対象とする分類群が環境省版よりも広い場合も多い。水産庁は1998年に日本の希少な野生水生生物に関するデータブックを発行しており、環境省版では対象としていない海生生物含む水生生物を対象としている。学術団体などでは環境省よりも早くに 日本自然保護協会及び世界自然保護基金日本委員会の合同で1989年にイカンタバ植物のレッドデータブックが作成され、これは日本におけるレッドデータブックの先駆けとも言われている。日本哺乳類学会は1997年に哺乳類のレッドデータブックを作成しており、クジラメも対象としているなど環境障害よりも 範囲を広げて評価している。環境省が寄水域、日大気の生物を対象とするよりも前に、世界自然保護基金日本委員会は、WWF ジャパンサイエンスレポートにて、日形海岸における、定性生物のレッドデータブックを作成した。その後、2012年に日本ベントス学会において、日形の絶滅危惧動物図鑑が発行されている。地方公共団体においては、 1995年に神奈川県と三重県が作成したものが初めてと言われている。2005年には47都道府県のすべてでレッドデータブックまたはレッドリストが作成されており、中には改定を行った地方自治体もある。その中には独自の分類国や項目を設定している場合があり、例えば京都府では生物だけではなく地形、地質、 自然現象や自然生態系を評価対象にしている。また、複数の自治体をまたがる地域版のレッドデータブックとして近畿地方の7府県を対象とした近畿地方における保護上重要な植物レッドデータブック近畿体が1995年に作成されている。読者の参考となる書籍を紹介する。 本記事の執筆に直接使用していないものも含まれるので注意。ありがとうございます。